チームのいいところはみんな明るくて元気なところがすごいいいところだと思います。やっぱみんなそんな上下があんまりない分、みんなその結構仲良くて上下同士も結構楽しく部活もできていると思います。最初はすごい、あ、こう大学だからもっと上下関係とか厳しいっていうのを他の大学はそういうのがあるって聞いて、いざ入ったら全然すごい優しくて明るくて、あ、いいなって思いました。チームの人数も少ないところもあるので、一人一人明るく楽しくやっていかなきゃいけないなと。みんながその強くなれる、強くなっていけるように、私は一人一人のことをよく考えて、まあ、メニューとかも考えていければいいなって思っています。やっぱり勝った時の達成感はもうそれ以上にないものがあるので、それを味わえるように毎日頑張って、チームでなんか何かを成し遂げるっていうことの大切さは得られると思っていて、あとその何事にも諦めないっていうところにもなんかすごい大切なものが得られるんじゃないかなって思っています。練習時間とかオフとかもしっかりとみんなのスケジュールを管理しなきゃいけないので、伝えるときはもう1ヶ月前とか半月とか、まあ、前日とかではなく前もって連絡をできるようにするように心がけてやってます。今は気づいてもらわなくても大丈夫だけど、あと、うん、あ、いなきゃチーム回ってなかったんだなって気づいてもらえるような存在になっていたいです。一試合でも多く勝ってそのチームに流れを持っていきたいなと思ってます。試合が終わった時にはみんな笑顔で笑っていられるように、一人一人が力を発揮できるようになっていたいなって思います。そのまず最初に秋リーグで一部に昇格するっていうことと、まず東日本の大会でインカレのその権利を取って、やっぱインカレでベスト4以上を目指して頑張っていきたいっていう目標があります。その結構きつい、バドミントン結構きついんですけど、やっぱ勝った時にすごい嬉しいって感じるので、やっぱバドミントン好きだなって思います。